そしてそれより先に私を最初に殺しておいた方がいいわ。でないと私、あなただけでなくみんな殺しちゃうから。じゃあ殺す順番はあなたから、ついで忍さん、そして最後に小読みお兄ちゃんにすればいいんだね。ありがとう。あなたは今や信仰されるべき神様なのだから、その神社の主なのだから、私のような民草のお願い事を聞いてくれてもいいんじゃ。だけどその前に少しだけ時間をくれないかしら。時間？1日とか2日とか1週間とか1ヶ月とか、半年とか。半年？半年後に何があるの？卒業式。半年、正確には卒業式の日までだよ。卒業式が終わったらその足で北白蛇神社に来てちょうだい。そこで待ってるから。もしも、もしも違う形で出会っていれば、なでこと戦場ヶ原さんは友達になれたかもしれないね。いや、それはない。戦国なでこは神様になりました。以上です。エピローグの代わりに予告編でも述べて締めることにしましょうか。半年後の3月某日、私立直江津高校の卒業式の日、なでこの顔は正面からはっきり見えています。それはすなわち正面を見据えているということでもあります。目で物を見るのも、少なくともそれくらいの強い決意を持ってなでこには待ち構えていてほしいものです。彼らをラスボス冥利に尽きるというものです。もっともその全員がかりでもなでこはちっとも負ける気がしませんけれど。ようこそ小読みお兄ちゃん、可愛がってあげるね。そしてラブコメの時間です。カミングスン。